はい、以前の動画でボンネットの、運送方法をやったんですけど、今回はこの椅子を、宅急便で運んでもらいます。で、この椅子はこれプチプチで巻いて、さらにその上から段ボールを、巻いた状態じゃないとちょっと搬送してくれなかったんで、今回それでやることになりました。はい、ボンネットがもしかしたらサイズが特殊だったんでプチプチだけで OK だったのかもしれないんですけど、今回は、椅子は段ボールで、搬送してもらうことになりました。はい、でもうすでにそれは、別なところでもう段取りしていて、あとは、受け取るっていう感じになります。はい、ありがとうございます。はい、椅子は無事に、届きました。で、今回椅子に関しては段ボールに入れてないとダメですっていうことになったので、こういう形で来ました。届くまでの日数は、ボンネットの時は中2日かかったんですけど、今回は、1日で届きました。発送日、着日で1日でかかりました。中0日って感じですかね。はい、で、サイズは260のサイズで来ました。で、代金は13,660円、ボンネットと同じサイズでした。これから、開けてきます。で、一応こういう、なんだろう、椅子みたいな形に、椅子に沿った形で段ボールで継ぎはぎ状態になっていれば別にそれでも引き受けてくれるそうです。椅子だからっつって、こういう四角い長方形の箱に、長方形とか正方形の箱じゃなくても引き受けてはくれるそうです。はい、それはちゃんと、佐川急便に確認しました。はい、というわけでこれから開けていきます。
信という形ですかね。今回ちょっとあの届ける元依頼元の方はちょっと自分ではなく別なところ別な方が、運んだっていう形になるんでちょっと今回こういう形になりましたけど、梱包とかその辺は元の方がやってくれたっていう形です。プチプチと段ボールであればシビックタイプ R の、まあ、一般的な自動車のシートを運んでくれます。佐川の飛脚ラージ便っていうやつです。関東から九州への送料は、1万360円でした。サイズは260サイズです。ご視聴ありがとうございました。